皆さんこんにちは。今私は名古屋駅にいます。これから夜行バスに乗って東京へ帰ろうと思います。今回乗るのはミラーエクスプレス社のリボーンというバスです。バスの中にはシェル型シートが並びます。一般的なバスの座席が30から40席程度であるのに対し、リボーンは半分以下の18席。座席にゆとりがある分、通路の幅は通常のバスより狭めです。見た目はまるでベビーカー。座席の上部には各座席ごとに荷物の収納スペースがあります。発車します。ご注意ください。この度はウィラーエクスプレスをご利用くださいましてありがとうございます。走行中ですが危険回避のためやむを得ず急ブレーキ急ハンドルの措置を取る場合がございます。どちら様も座席深くおかけいただきシートベルトの着用をお願いいたします。着席して感じるのはプライベート空間の快適さ。シート全体が覆われていてまるでゆりかごの中にいるようです。各座席の右側にはリクライニングのリモコンがあります。シートを倒してみましょう。シェル型のため後ろの人を気にせずシートを倒せます。レッグレストの角度を上げるとフットレストにつながります。そのためほぼフラットに近い形で眠りにつくことができます。まさに眠りやすさを重視した座席です。テーブルは前にあるボードを手前に倒します。こちらは読書灯、明るさも十分です。ブランケットも用意されていました。ネックレストの位置は自由に調整可能です。これより、照明の方は夜間照明に切り替えさせていただきます。深夜12時頃に消灯となりますが、完全消灯ではなくうっすらと天井や床の明かりはついている状態です。ここで1回目の休憩です。バスにはトイレがないので、一定間隔でサービスエリアなどでのトイレ休憩があります。めっちゃ寝やすかった。最初のサービスエリアに着いたんですけど、25分休憩、結構長い。あ、だからこんな時間かかるのか。あ、セブンあるね。松屋もある。ちょっとね、小腹が空いたのでパン食べたいと思います。パンやね、ここ食べる。
スにはフリー Wi-Fi もありましたが、読み込みが遅く動画などは見られませんでした。朝方に最後のトイレ休憩。日本で一番利用者数が多い海老名サービスエリアです。お手洗いも広く清潔です。かまぼこです。ちょっとお腹すいたね。美味しそう。な、給食。あ、メロンパン。これこれ。あとじゃ。はい、間もなく東京駅ガジバシ到着です。走行中に席を立たれますと大変危険ですので、バスは完全に停車し、降車のご案内を差し上げてからご移動くださいますようお願いいたします。いかがでしたか？今回乗車したリボーンのシートでは、他の高速バスはもちろん新幹線や飛行機でも体験したことのない快適な睡眠をとることができました。眠れるだけでなく寝心地の質にもこだわりたい、移動中のプライベート空間を大事にしたい、そんな人におすすめです。気になった方はぜひ体験してみてくださいね。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。